私ね、すごく好きな人がいたんです。私にとっては青春の思い出そのもので、ずっと心のどこかにその人のことが引っかかってて、ほんと迷惑なんだよな。いつも付き合う人とその人比べちゃって、完全にその人が勝っちゃうから、結局最後の最後で結婚にも踏み切れなくて。